アラガント級防護巡洋艦は、イギリス海軍の防護巡洋艦で、同海軍では、船体サイズから二等防護巡洋艦と呼称していた。本級は、イギリス海軍1895年、艦隊整備計画により整備されたが、本級のみは、植民地系御用に建造された他の二等防護巡洋艦とは異なり、敵艦を昇格攻撃で撃破するために設計され、四隻が建造された。 写真はグラディエーター。本級は前述の通り、昇格攻撃に適するように、戦隊形状が設計されている。回避行動を行うであろう、敵艦に的確に監視を突き立てるために、戦隊形状を運動性能が良くなるように立て、横の比率は5、6という非常に超えた戦隊形状をしているのが、外観上の特徴である。このおかげで、 本球の旋回半径は百十五メートルまでに短縮された。なお、全球であり、汎用巡洋艦として設計されたエクリプス球では縦、横の比率は六五で、旋回半径は百九十八メートルということからも、本球の運動性能の良さがうかがえる。また、敵艦への最終突入時の微調整をするために舵を、通常は完備のみについているところを、本球では、 監首と監備の2箇所に付けられた。また、敵艦から突撃を阻止んと砲撃を受けることを考慮し、手砲の1 5 2トル単装速射砲4、門中3本を監首艦板に三角状に配置し、監首方向に極力3本が向けられるようにしているほか、司令塔の防御には、全土級戦艦並みの2 2 9トル走行が貼られ、 さらに、監縮格も走行化するまでの年の入り用であった。さらに、ダッシュ性を高めるために、既存艦では球体化が否めない円艦であったのを、本級は高性能ボイラーである、フランス製のベルビール式水艦艦を導入した。この採用は、機関性能の向上をもたらし、全球のエクリプス級が円艦八機で 8000HP であったところを、本級は、 ベルビール式石炭戦勝水管管18機と3段、膨張式3機とレシプロ機関2機に軸を組み合わせ、一挙に25%増しである1万 HP を発揮したことで証明できる。これのおかげで全球の19.5ノットに対し、抵抗の強い戦隊形状でありながら19ノットと、わずか0.5ノットの減少で済んだのである。 なお、期間の向上に伴い全球が2本煙突であったところを本球では3本煙突となっている。ありがとうございます。